皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。ラジコンやってる皆さんならご存知のスプリング、前の車についていけなくて悔しかったり、自分の思ってる動きを車がしてくれなかったり、路頭に迷った経験はありませんか？そんな時、車の特性を大きく変えてくれる縁の下の力持ち、スプリング。このスプリングに関して私は少々思うところがあります。単純に分かりにくくないですか？ハードとかソフトとか、メーカーによってもハードの基準が違うだろうし、今より硬くしたい、柔らかくしたい、そんな時にどのスプリングを買ったらいいか分かんないんですよね。私は実車のドリフト出身なのですごく疑問なんですよ。なんでスプリングレートを記載しないのか。もちろんスプリングレートを記載してくれてるメーカーさんもありますし、もしスプリングレートが同じでもバネの特性が変わってくることがあるのはもちろん承知してます。なので今回の動画では総額1000万円の測定装置を使ってラジコン用スプリングの評価と考察をしてみたいと思います。各メーカーのスプリング特性を丸裸にしちゃいますよ。このチャンネルではラジコンやシミュレーターなどドリフトに関する情報を発信しています。ラジコンに関しても初心者向けの解説動画やクロート向けのセットアップ動画なんかも作成していますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。今日の動画の流れは、まず測定装置と測定方法の紹介、そして各メーカーのスプリング性能評価の結果、そして最後にスプリングを上手に使うためにはどうしたらいいかといった流れで進めていきます。島津製作所の精密万能試験機オートグラフ AGX プラス、このクロスヘッドが上下することで物を引っ張ったり潰したり、その時にかかる力をデータ化してくれる装置になります。間にスプリングをセットして下向きに圧縮して、その時の力を測っていきます。その荷重を最後にグラフ化して考察していきましょう。今回用意したスプリングはこちらの10種類です。レイブ D さんのフロント用とリア用のハード、RC アートさんのミディアムとハード、そして柴田さんの 5.1 巻き、5巻き、GRK5 のノーマルと8巻き、9巻き、RTC6.5 巻きの6種類。これで合計10種類になります。では早速結果を見ていきましょう。グラフは横軸がストローク、縦軸が荷重になっています。例えばスプリングを3ミリ潰そうと思った場合、RC アートのハードだと 8.5 ニュートン必要なのに対して、レイブ D リア用ハードは5ニュートンで良いといった感じの読み方になります。なのでグラフの傾斜がきつい方がスプリングレートが高いというふうに読み取ってください。まずはレイブ D さんから。同じハードでもフロント用とリア用でスプリングレートがだいぶ違いますね。ストローク初期のレート変化も少なく、リニアにスプリングの反発が立ち上がっています。続いて RC アートさん、ミディアムとハードのレートの差はレイブ D さんの2種類よりも小さいイメージですね。面白いのはストローク初期のデータ、 0.5 ミリまではミディアムとハードでほとんど差がない結果となりました。その後の立ち上がりは綺麗な直線でミディアムとハードの差が出てくるようです。最後に柴田さん、柴田さんのスプリングは全体的にスプリングレートは柔らかめの設定で、RTC6.5 巻きだけが他の5種類に比べて固めのスプリングレートになっています。ストローク初期を拡大してみると、 RTC6.5 巻きと5巻きのみがそれぞれ 0.5mm、0.7mm ら辺でレートの変化が見られました。その他の4種類は比較的リニアなレート特性になっています。3社のグラフを重ねてみましょう。各社レートがリニアじゃない部分があって、立ち上がるストローク位置も異なっています。そのため硬さが逆転しているスプリングが出てきてますね。例えば RC アートさんのミディアムと柴田さんの RTC6.5 巻き、ストローク1から 1.5mm では RTC6.5 巻きの方が硬いですが、 3mm を超えると RC アートミディアムの方が硬くなります。レイブ D さんのフロント用ハードと RC アートさんのハードも同じ現象が見られますね。レートがリニアになっているストローク2から 4mm の区間でスプリングレートを計算してみました。一番スプリングレートが高いのは RC アートさんのハードで、その次が RC アートさんのミディアムという結果になりました。いやー、なかなか面白い結果ですよね。さてスプリングの測定結果を見てきましたけど、
結局はどうやってスプリングを使ったらいいのということになると思います。同じメーカーさんのハード表記でもレートが違ったり、 GRK5 の標準品と旧巻きはレートが同じ結果ですが乗り味が違うんですよね。スプリングレートだけじゃなく、どれぐらいプリロードをかけるとか、ボディを乗せた状態で 1G でどれぐらい沈んでるか、このあたりもセッティングの肝になってきそうです。スプリングレートは一つの大きな選定基準になりますし、ここを押さえておけば大きな失敗はないと思います。面白かったのは、ストロークが少ない時にレートが低いスプリングがあるということ。そういうスプリングはプリロードを少しかけるかけないでだいぶ特性が変わりそうですね。基本的にはスプリングレートを上げると面圧が上がってグリップが増しますが、ピーキーな動きになってロールやピッチングなどの車の動きは減る方向になります。そのあたりの特性を理解した上で、いろいろなスプリングを試して自分の車に合ったものを探してみてください。今回は検証できなかったですが、全管密着を上下どっちに使うかでもだいぶフィーリングが変わりますし、さらにダンパーのオイルだったりピストン位置だったりで足の特性は大きく変わります。いやー、足回りは本当に奥が深い。リクエストがあれば今後もできる限りになりますけど、いろいろな検証をしていければと思います。皆さん、この動画の評価結果を参考にいろいろなスプリングを試してください。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。